ハロルド一世、ハロルド一世は、イングランド王あだ名の、ウサギ足王は、ハロルドの足の速さと狩猟家としての技術を指している。ハロルドの父クヌーズ二世は、イングランド、デンマーク、ノルウェー、さらに、仮修元した妻エルギフオブのウサンプトンを通して、スウェーデン王国の一部の王だった。クヌーズを父親とすることには、疑問の声もあるが、それは、 ハロルドの王位に反対する者の,の宣伝だった可能性がある。1035年11月12日のクヌートの死後、クヌーズとその日、エマ・オブ・ノーマンデイの子、ハロルドにとっては、イボテイにあたるハーデクヌーズがデンマークとイングランド両方の正当な王位継承者だった。しかしハーデクヌーズは、デンマーク王国が、ノルウェーをマグヌス一世と、スウェーデンをアーヌンド・ヤーコブの侵略を受けていたために、 イングランドの戴冠式に行くことができなかった。イングランドの有力者たちは、ハーデックニューズ不在の汝のために、ハロルドを一時的に摂政に就任させるというアイディアを支持した。ウェセックスハクゴドウィンはそれに反対したが、結局ハロルドが王冠を被った。インコミアム園前によれば、カンタベリー大主教はハロルドを大いに就かせることを拒否したという。 エルギフオーブのオサンプトンが貴族たちに賄賂を送ることで、息子の地位を守ろうとしたという証拠もある。北部は、ハロルドの支配領域にある中、ゴドウィンが参加した協定を守り、エマは、ハーデクヌーズのハスカールたちと一緒に、ウィンチェスターに住んでいた。ハロルドはすぐに、彼女から財産をすべて取り上げた。イングランド王国は、実質、ハロルドのものだった。1037年。 エマオブ・ノーマンディーは、フランドルのブルッヘに亡命した。ハロルドは、至る所で王に選ばれた。ハロルド自身がこの頃どのような状態であったか、はっきりしないが、歴史家、フランク・ステントンは、ハロルドの統治期の一時期あるいは前期、母、エルギフが、イングランドの真の統治者であった可能性があると、見ている。ハロルド一世についての書かれているスウェーデン。 スモーランド地方のバイキングのルーン石碑戦三3 6年、エマとセンプエゼルレッド2世の息子たち、兄エドワードと弟アルフレッド・アシリングが亡命先のノルマンディから帰国した。アングロサクソン年代記によると、二人は護衛とともに、ウィンチェスターにいる母親、エマを訪問する意図であったというが、家族の再会以上の何かのためにこの旅を結婚したのかもしれない。 ハロルド詩人が優勢の中、ゴドウィンの命令により、アルフレッドはハロルドに忠誠を誓う部下たちに捕らえられ、盲目にされた。その傷がもとでアルフレッドは、間もなく、死に、護衛も、同様の目にあった。こうしてハロルドは、エドワードとアルフレッドの兄弟がハロルドを、退けようとした試みから免れた。1040年3月17日、ハロルドは、 オックスフォードで亡くなった。ちょうど、ハーデクヌーズがデンマークで侵略軍を準備している最中のことだった。ハロルドの遺体は、ウェストミンスター寺院に埋葬された。同年6月、ハーデクヌーズが王冠を得た時、ハロルドの遺体は掘り出され、首を切られ、テムズ川と隣接する沼地に放り投げられた。ハロルドの支持者たちは後に、ハロルドの遺体を回収し、 セントクレメント・デンズというおあつらえの名前の教会に埋葬した。ハロルドにはエルフ・ウィンという息子があり、長じて大陸で修道士になった。母エルギフ・オブ・ノーサンプトンについては1040年以降不明である。アングロサクソン年代記によると、ハロルドの統治は4年と16週で、クヌーズの死の2週後から統治が始まったという計算になる。ありがとうございます。